松井裕樹に5年30億、オスナに3年25億、バウアーに2年40億。これくらいやってくれ巨人、本当の力見せつけてくれや。オスナは4年28億で。キリ悪いからオスナを4年30億にして100億補強にしよう。断念7億の価値はある。読売にそんな金はない。たんまり蓄えてるはずなんだけどな。昔の巨人とは違う、付けが回ってきてる感じ。これでドラフト拒否増えたらおもろい。安心しろ、中継ぎ枠はまだまだある。本当の力はやっぱ金か笑い、生え抜きで頑張らないとまた今年みたいになるで。そういう夢を見たんやな。それでもし優勝したとして嬉しい。もはやセリーグ内の資金力はどの球団も大して変わらんから。巨人が本気出せばこれくらいできるってところが良い、だからこそしてほしい。松井が国内移籍すると思ってんのくさ。松井はメジャーか残留かの二択だろ。松井裕樹が国内移籍するわけがないやろ。何のために代理人つけてると思ってんねん。まあ考える分には勝手やけどな。松井はメジャー志望だから来ないし、バウアーの移籍先条件の優勝できるチームっていうのからも除外されるから、来るとしてオスナくらいちゃうか。補強のない巨人は巨人じゃない。金に物言わせてこその巨人。巨人は他球団で育成された選手を高額で買い取るから球界が回ってる。金で強奪して勝つのが巨人伝統の戦略だからどんどんやればいい。こういうキムマン球団に勝って優勝するのが面白い。金で奪ってくる悪役がいてこそ野球は面白いんやけどな。願望であってももう本社お金ないからそういう夢は捨てた方がいい。何億使ってでも坂本がチームの中心のうちに優勝してほしい。一定と補強を両方やらなかてん。そんなんだから B クラスやねん。お金持ち球団ファンの金銭感覚を見せつけられた。今の巨人はそこまでしても弱いよな。いい加減育成できるようになれよ。叩き上げが活躍しないと優勝はないやろ。巨人にはそういう長期的な目線がなさすぎんねん。アベもあかんか、まだ暗黒時代は続くな。